年明けましておめでとうございます。つりつり天国の佐藤です。皆さん今年も応援のほどよろしくお願いします。ということで、今年一発目の動画、なんと釣り具釣り餌の高田屋さんと、コラボでプレゼント企画をしたいと思います。でツイッターの方でねちょっと告知はさせてもらってたんですけど、で応募方法などの詳細は、動画の最後に、書きますんで、そちらの方をご覧ください。で今日は何を狙いに行くかというと、初尺アジが釣れたらいいなと思っております。やっぱり尺アジで、始めたいと思っております。ではご覧ください。さあ今からやっていきたいと思うんですが、今年一発目投げる場所はサーフエリアです。でリグの方はエクスパンダで、ワームはイージーシェイカー、3.5インチ、カラーがモーニングドーンで、ジグヘッドは 0.4、 これでやっていきたいと思います。さあ1投目から釣れてくれたら嬉しいなということで、さあ皆さんの今年の抱負目標何かありますか？あったらねコメント欄の方に書いてくれたら嬉しいです。僕はねちょっと今年はエビ巻きにチャレンジしたいなと思ってます。まあそんな動画も今回は出せたらいいなと思ってます。ねイージーシェイカー投げてたら結構ちょこちょこ豆味っぽい当たりがあるんですよね。だからちょっとねマグバイトのスタン2インチ、ちょっとこれ投げてみたいと思います。もしこれで豆釣れたらでかいのがおらへん可能性があるっす。抜けた。初味です。豆味です。やっぱりちょっとね豆味じゃ終われないということで、イージーシェイカー
3.5 インチグリパンシャート、ちょっとこれで頑張っていきたいと思います。いやもうねやっぱ気温がぐっと下がってもうどっか行っちゃったんですよね。また安定すると帰ってくると思うんですけど、ここ最近実は3回連続ほげっております。いやー結構頑張ったんですけど、今回の初釣りは豆アジ1匹ということで終わりたいと思います。いやちょっと待てよと、皆さんお楽しみにしてたプレゼント企画の詳細ですね。今回は、釣り具釣り餌の高田屋さんとのコラボプレゼント企画ということで TKD キャップを5名様にプレゼントしたいと思います。ただそれだけじゃありません。高田屋さんの方からマスクも5名様に、そのキャップとマスクとエーテルさんの覚醒カラーセットで5名様にプレゼントしたいと思います。で応募方法はちょっと僕ちょっと説明下手なんで、こちらの方に、今から流したいと思います。ドン。はい、という感じで、皆さん応募していただけたらなと思います。でね、今年も釣り釣り天国をまたいろいろあると思いますけど、もうちょっとねたくさんこんな釣りしてほしい、あんな釣りしてほしいとか、こんなん使ってほしい、あんなん使ってほしいとかあれば、ぜひぜひ、コメント欄の方に残してもらえたらなと思います。では今年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。